濃いということでね、新大阪着きましたよと。まあやっぱ新大阪来たやっぱね、大発掘さんとですね、あれ名物ですもんね、あのね、あれあそこにあるとりあえずこっちの方行きゃいいんやろ、広島の方行きゃいいんやろ、自由席で撮ってあるんでとりあえず乗りゃええんやろと。おお、はいはい、明日は別通りますよと。一番最初どれやねん、広島22時5分、ああ、のぞみくんな、ここから登りゃええの。ああ、でもまあこれ自由席は1から3コースやね、これだから13コースや、全然向こうや、うぅ、しもさということでね、場内満員でした。もうすごい人だったんで、もうこれまでずっとね、通路の方もね、結構人がいたんで、もう一番前の先頭の、ところですね、デッキまで行きました。そうするとですね、実はあの新大阪駅だからですかね、駅員さん、売り子さんですね、車内販売でね、いかがですかって回ってくる、売り子さんが実は待機をしておって、で、当然売り物もですね、ドーンと置いてあったわけですよ。そうすると、改めて見ると、いろんな商品があるんですよね。そんな中でね、こんなのがちょっと気になりまして、これですね、かっぱえびせんとイカ天、こっちの方がちこうやってね、うちらの方では見ませんね、広島じゃけんって書いてありますからね、地元のコラボということで、これ何気になると思ってね、実はその車内販売が始まる前に買ってもいいですかって言ったら、あ、どうぞどうぞってことでね、ありがたく買わせていただきました。でね、最初はね、これに、ね、開けてね、もうどうしようデッキで食おうかなと思ってたんですけど、まあ何のことはないです。新大阪を出て、もう新神戸岡山もね、着くまでにはもうだいぶ空いてきまして、席にも座れて、もう無事、自由席で、席に座って、開けて、食べましたと。すごく美味しかったです。ただね、これね、しまったのはですね、お酒がいりましたね。すごくね、お酒と合う、おつまみだったと思います。隣の方はね、ちょうどね、ビール開けられてたんで、ああ、しまった、一緒にお酒買っとけばよかったなと思ったんですけど、座るかどうかも分かりませんでしたからね、まあ、それは仕方ないかな。とにかくですね、美味しくいただきましたし、これまた見かけたら、ぜひ、購入したいなと思った次第でございます。走行してる間に、もう一度ですね、新幹線は広島駅と向かっておりますというところですね。ましたよ。すごいですね。あんな工程でもちゃんと11時半まで広島着くんですね。